あ、いい？もう回ってんだけど。こっちは。ああ、いいね。いいね、いいね。すいません、ちょっと破れちゃったけどね。破れちゃったね。うん。どんどん悪化してるね。え？どんどん悪化してる。すいません、本当に。もうだって足見えちゃったの。はい。はい、じゃあ今日は。はい、ですね。うん。埼玉から。うん。はい、お越しいただきました。はい。柳川昌司さん。はい。水湯丸さん。はい。はい、田口くん、はい、はい、ご紹介します。はい、はい、よろしくお願いします。あー、いいっすね、いいっすね、いいっすね。あー、いいっすね。コマーシャル途中なんでね。はい、すいません、もう勝手なスタイルですから。あー、そういうことね。はい、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。あー、いいね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 。はい、じゃあ、お車の方。はい、こちら、たぶん車種の方は普通のギガーズになります。はい、うん、ご自慢パッションっていうのは特にはない、特にはない、特にはないってさ特にはないってさ。いやいや、立派なバイザーもねついてられるしね、えびっちりねえ、マーカー並んで、はい、かっこいいじゃないですか。悪そうなね、本当だね。こちらってこのエンブレムってそれはあ、ついてくるんですか。塗装が、いやいや、うん、それはあんま言わない方がいいよね、これね。うん、言わない方がいいよね。はい、はい、悪そうなスタイル。うん、いいよね。はい、ドカンとね。うん、特にないっす。あ、特にないね。はい、はい、じゃあどっちから、どっちか行きましょうか。どっちも、じゃあ助手席側で。はい、助手席側で。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ助手席側、はい、うん、はい、お願いします。声ちっちゃいね、みんな声ちっちゃい。うん、声ちっちゃいです。この車両を買った時に、うん、あの社長が、あ、社長が、あ、そうなんですね。へえ。あ、鱗でね。基本ベースは全部社長が一通りやってくれるんで。あ、そうなんですね。あ、いいっすね。だからバイザーとかそういうのはもう各自自分で。あ、そういうことなんですか。へえ。あ、じゃあこのバイザーはご自身で。そうですね。あ、そうなんですね。へえ、これどちらのなんですか。これは丸井商会で。あ、なるほど。へえ。あ、いいっすね。はーい。アルミもね、ちょっとコマーシャル途中ですよね。うん、はい、そうだね。雨降ったしね。そうなんだよね。はい、もう洗車は一切してません。なるほど、はい、うん、今回に限ってはね。はい、ありがとうございます。ありのままでね。うん、はい、じゃあボディ側ね。はい、はい、ああ、でもすごいですね。鱗がふんだんに使われてね。そうですね。うん、あ、すごいですね。この社名入れた、まあ、丸美工芸さんで入れたんですけど、はい、なんかこれ入れた時の年のカレンダーのど真ん中にこの車両が出てる。あ、そうなんですか。あ、いいっすね。あ、やっぱ目立ちますね。迫力あるもんな。うん、かっこいい。あ、下回りもね。あ、ステンレスの大きいタンク、はい、あ、サイドバンパーもね読んだんで。本当はね、白にしたいっていうね。あ、なるほど、そうなんですね。うん、あ、そういう希望がありながら。そうですね。はい、でかいっすね。400、400、800。あ、すげえ。うん、全然長距離はいかないんですよ。あ、そうなんですか。今それ聞こうと思ったんだけど。全然長距離は、あ、長距離いかないんだ。へえ。基本いかないんですけど、まあ、たまに何かのは絡んで行ったりとか。うん、あ、そのために。そうですね。うん、まあこれだけしょってれば間違いないだろうと。あ、そういうことですね。はい、あと、まあちょっと伊豆さんの方の DPD が調子悪いんで。
うん、年中寿司焼いたりとかが、うん、うん、燃料が追いつかなくなってきちゃうんで。あ、そういうことですね。はい、そクレームですね。そうですね。うん、じゃあ一言どうぞ。寿司さんちゃんと直して。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、いいね。あ、はい、はい、あ、このフェンダーもなんかちょっと変わってますね。これは矢野のフェンダーですね。へ、うん、はい、矢野っていうのはあの箱の会社、ああ、矢野特社の、へえ、あ、オリジナルのフェンダーになるんですか。矢野特社でフェンダーっていうとこれが、うん、あ、ついてくる感じなんですね。へえ、初めて見た俺、ね、へえ、なるほどね。これ帯も一緒ですか。帯も一緒のところで。いや、帯はボディワークスさんで。あ、帯はまた別。へぇー、あの丸見工芸さんで。なるほどね。あ、すごいな。うん、迫力はやっぱ違うよ、全然ね。ちょっとあの今日、うん、もうあの運転手仲間から買った鱗のスペアカバー つけてくるの忘れちゃったんで。あ、そうなんですね。あ、じゃあ実際もうお持ちなんですね。そうですね、はい。ああ、じゃあそのうち作ってことですね。そうですね、時間を見て。そうですね、ね、はい、謝ってみましょうか。忘れてごめんなさいと。ホリちゃん忘れてごめんね。ああ、あらららら、いや、いいね、あ、いいね、ホリちゃん、ホリちゃん、あ、いいね、いいね、はい、ホリちゃんはね、バスの運転手さんをしております。あ、そうなんだ、はい、じゃあ後ろ面、はい、お願いします。はい、あ、いいっすね、目立ちますね。うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと寄っちゃっていいかな、これ。あ、本当だ、丸見工芸さん、はい、あ、入ってますね、バッチリね。へえ、あ、いいっすね、バリアバンパーも、うん、テールも、うん、これテールは昔なんか社長が使ってた、ああ、そうですね、話なんですけど、うん、バンパーはこれは、これも製作は多分ボディーワックスだと。ああ、なるほど、見つけてきたんで、ちょっとその出どころが。ああ、そうなんですね。うーん、あ、いいっすね、迫力だよ、やっぱり。ちょっとあれですかね、ワンポイントの方の動きを使って、うん、感じですかね。そうっすね、うん、へえ、うん、ごついよね、厚みがすごいけど。いやいやいや、結構あのー、まあ某積み込み先でリフト思いっきりノンブレーキでドカンとやられて、まあちょっといろいろ直し直しなんで。ああ、なるほど、僕はだいぶ歪んではいるんですよ、ね。あ、なるほどね、はい、はい、運転席側、うん、幅すごいですね。あ、本当だ。まあ今時この大ぶりつけてる人がいないですんで、うちの社長も、あ、すごい、うん、迫力ですね、やっぱりね、厚みがあって、うん、すごい。あ、それなんですか、お道具箱ですか。これ道具箱ですね。あ、なんか面白いですね、ちょっとこう、なんか金色いのかな、うん、丸っこくなってて。誰かいます、あのボソボソこっちの方にスイッチボックスとかが。へえ、どこどこどこに、これあのスイッチボックスなの。ああ、本当だ、あの秘密の4次元ポケットになってる、うん、ああ、そうなんだ、カタ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 、あ、いろいろ入ってるんですね。すごいですね、ケミカル半端ないですね、うん、なんだったらあの、うん、高圧洗浄ケルチャーも出てきますけど。ああ、そんな感じなんですね、こんなにぐちゃぐちゃなのに開けてくれた人初めてだよね、でもね、うん、最高最高最高、ありがとうございます。ありのままでね、いいっすね、いいっすね、何にしても走ってるし、だんだん傾いてる。あ、なるほどなるほどなるほど、はい、ありがとうございます。こっちもね、うん、このフェンダーと性能的な問題で。あ、なるほどね、はい、そういうことなんですね、はい、あ、いいっすね。今日はですね、うん、一言、うん、物を申したいと、うん、まあ、お相手さんがいるようなね、うん、ここで、うん、さあ、もうなんで今日バックレたんだ次回はちゃんと出てくれよ、あ、人出るんだからね、はい、例の例の、はい、予定されてた方ですね、はい、チャボはい、はい、じゃあ戻りましょうか、はい、前へズズズイッとお願いします。こっちのチャボね、家にボンスか、あ、結構明るいですね、いつも
やっぱ気になっちゃうんだよ、この下のマーカー。まあついててもあんまり光らして走ってることがないんで。ああ、なるほどね。うん。そうっすね。うん。気を向いた時に。ああそういうことですね。ああすごいな。もうそこもねやっぱり鱗びっちり使われてて、ね、素敵ですね。ありますねやっぱね。うん。ほとんど。本当だね。はーい。いや大好きですよこういうの。嫌いじゃない。これはあの GTR のスタッドレス段差を踏まえてる。うん。あきっと右と左両方やっちゃってる。ああ行っちゃったんですね。はい。伊豆さん特有の、うん、元々が伊豆さん275なんですよ、はい、それを GTR にするとだからみんな大体ここを削ってるんですよ。ああなるほど、はい、ああ伊豆さんもう少しちゃんと作ってあるあるなんですね。はい、じゃあ、うん、乗ってる人はみんなこの辺はカットしてですね。あ、そうなんですね。へえ。コメントがね、そうですね、いただけるかもしれない。うん、ちょっとここにネタマーカーつけてた、ステーだけが取り残されてる。ああ、そう、ステーだけなのね。はい、じゃあ行かなくてもいいかな。はいはい、はい、じゃあ正面、はい、お願いします。はい、今日はありがとうございます。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 コマーシャル途中ですから何でも言いますね。お仕事途中でね。うん、ありがとうございます。はい、でしょうか。イグユマルさんです。はい、よかったです。イスラエル社厳選賞、はい、イスラさんお願いします。本当だね、そうだね。そしてチャーボー君に、チャーボー次回の時はバックレールだよ、バックレールだよ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。